皆さんこんにちは。ただいまより建築家吉村純三のまなざしアメリカと日本展シンポジウムアメリカ編を開催したいと思います。進行はギャラリー a クワットの館長を務めております岡部と申します。どうぞよろししくお願い申し上げます本日は シアトルとつなぎましてワシントン大学のケンタダ大島教授とおつなぎしております吉村純造が見たアメリカについてお話をたっぷりいただくことになっておりますそして日本側からはアメリカ議会図書館やレイモンドファームで調査に同行してくださいました建築士課の田中敦子先生そして本店を監修いただきました神奈川大学の松熊博士教授をお招きしております 3人の先生方本日はどうぞよろしくお願い申し上げますさらにビデオ出演となりますが写真家でありレイモンドファームセンター共同ディレクターでありますシャーロット・レイモンドさんそしてペンシルベニア大学アーカイブキュレーターのウィリアム・ウィテカーさんにもご参拝ご参加いただくことになっておりますはい、それでは初めにケンタダシ大島先生よりプレゼンテーションをいただきますケン先生どうぞよろしくお願いいたします こんにちは、大島健太ですと申します。どうぞよろしくお願いします。今日はシアトルから、えー、発表しますので、えっ、ー、とちょっと、えー、時差とかそういうのがありまして、えっ、ー、と変な日本語が <laughs> ありましたらあのえっ、ー、と理解あのしていただければあのありがたいです。ええー、まああの今日は吉村順三のアメリカと日本の 神話性かファウンディング・トランスレーションというテーマであの話させていただきたいんですが、えーとまあ、日米今日はズ、えームで、えー、発表するんですがもう80年前の日米関係があのかなり違ってて船であの、えー、移動してそれであのこのポスターの、えー、代表な え1954年の、えー、ニューヨークの近代美術館でえっ、ー、とジャパンエ i b ビ t i o ハウスという展覧会がありまして吉村順三さんの作品です。それがすごい話題になりまして今日ちょっとその背景についてあの話させていただきたいんです。それでまあ、あのー、戦後になって えー、吉村さんのジャパニーズ・エキシビション・ハウスがすごいあの代表な、えー、展覧会になりまして、えー、それがあの日本の、えー、建築を紹介するというあの目的でありまして、えー、これは本格的な建築日本建築を紹介するということがありましてまあそれニューヨークのマンハッテンでありまして えー、それどういうふうに紹介するという課題がありましてそれがえっ、ー、と吉野さんの、えー、課題だったんですそれがえっ、ー、とまあこれえっ、ー、と現場ニューヨークの、えー、スコープチュガーデンでえっ、ー、と建てたんですが実際その材料はえっ、ー、と名古屋でえっ、ー 作ってそれで踏んでで運んでえっ、ー、とまあ700ぐらいのクレートがありましてそれでえっ、ー、と日本からあのえー、え立ててこういうふうにあのすごい話題になりましたんですそれがえっ、ー、とまあこのライフという雑誌にえっ、ー、と Japanese Hit という、えー えー、と記事がありましてすごい、えー、と話題になりましたというのが、えーまあ、17世紀の日本建築を元にして、えー、にマンハッタンで1954年にあの実現するということがありまして、まあ、あのその頃日本の建築は、えー、とそれほど、えー、知られてなくてまあ、えーと このあと田中先生が、えー、とそれについて発表しますが、えー、とすごい、えーまあ、話題になりまして、えー、と実際この記事に書いてあるのが、えーまあ、すごいあの客が、えー、12万、えー、人が、えー、1954年にで、次の年に22万人が、えーと 実際そちらに行きましてでまああの吉村さんが代表になりましたんですまあこれがその、えー、上から見たあの、えー、写真ですがえー、これがえっ、ー、と実際これ見ると、えー、その元がえ三井寺のえー、ええー、え それがえっ、ー、とまあその縁側の方に、えー、とその関係性が分かるんですがでえっ、ー、とその中あの書院作りの、えー、畳敷と、えー、床の間と書院がありましてそれをえっ、ー、とニューヨークで紹介するということがありましてで,ですけどそれがあの 展覧会として実際どういうふうに客が、えー、見て回るということ、あの課題がありまして、あの、吉野さんのスケッチを見ると、こういうふうに、えっ、ー、と、客が入って、えっ、ー、と、庭を見て、えっ、ーえー、と、ぐるっと回るということがありまして、ですから、実際がえっ、ー、と、三井寺の方の えー、建物より、えー、実際大きさが、あのー、違うということがありまして実際位置も少し違ってくるんで、えー、展覧会用の、えー、設計です。ですからまあこういうふうに開いてでその横からこういうふうにえっ、ー、と 日本建築のョウとして、えー、と建物と、えー、カレーサンス、えー、ものりましてこういうふうに、えー、順路で、これちょっと見て、で、入ってで、中から、えー、実際、あの中庭が、見られる、見られたんですが。でまで えーとこういうふうに、えー、と本当に日本にいるような感じがあのしたんですが実際、えー、と池に、えー、その反射を見るとその周りの建物が、えー、見えて実際ニューヨーク・マンハッタンだという関係性が、えー、見えていたんです。ですから、まあ、その違いがありましてでまた、えー、とに アメリカ人にとってその、えー、靴を脱ぐという習慣があまりなくて特別スリッパーを、えー、デザインしてですからまあ、えー、と話題になったのはスリッパーの、えー、ことで、えー、実際その「ライフ雑誌」の記事に、えー、5万人がスリッパーに入ってあの見たという <laughs> 印象が強かった。 ですから、えー、とそのビデオを見ると実際立派の習慣が、えー、話題になりましてでこういう風うに枯山水の庭が、えー、実際あの人がそれあの丸を描いてそういう、えー、とデモンストレーションがあったんですですからまあ、えー、と日本の、えー、伝統日本の えー、建物その、それを紹介するということがありまして、で、またあの学芸員さんの意識だと、えー、近代建築の流れで紹介するということがあって、えー、ですからその前に、えー、とマーセル・ブロイヤの、えー、住宅とか、あのえー、グレゴリー・エインの あのの住宅とかそういう流れでジャパニーズ・エキシビション・ハウスが発表したんです。ですからこういう流れだと、えーまあ、あの近代建築、現代建築でも考えられるその中と外のつながりが自由で,で、えー、柱、梁、えー、構造 まあ、ピロティみたいな構造がありましてでまたあのその自由空間ということがありまして、まあ、50年後に MOMA、えー、のアンプライバルハウス展覧会がありましてバン・シゲルのカーテン・ワールハウスもあの紹介したんですけど、まあ、実際材料が全然違うんですがその、えー、概念 えー、中と外のつながりで、えー、その柱構造と実際床があの、えー、上がってるという概念が表現してるんでそれはつながってるんで、まあ、近,近現代建築でありあの、まあ、日米関係がそれで、えー、表現してるんです。まああのー 吉村さんにとってこういう経験はすでに20年前ぐらいからあのか経験がありましてその吉,村、えー、吉村さんがレイモンド事務所に入ってで軽井沢に夏の家に、えー、と実際、えー、仕事と生活をあの体験したんですその。レイモンド事務所でみんな皆さんと、えー、こういう ところで、えー、そういう、えー、実際の生活と実際の、えー、仕事、まあ、ここでその、えー、中と外のつながりがまた表現して、で上に、えー、あの設計しながらあのそういう、えー、体験しました。まあ、この上にあの図面を描いたり。えーで 実際夏の間に、まあ、東京の暑い中軽井沢に握ってあの、まあ、レーモン事務所の中心のスタッフと一緒に、えー、食事しながら、えー、そういう、えー、設計するというあのまあ魅力的な生活し,しました。それがあの、まあ、今回、えー、すごい あの重要な体験だったと。で、これがまあ日本でありで、アントニー・レイモンドとノミ・レイモンドがニューヨークからあの来ましてで、えー、そういう日米関係があの実際の体験で、えー、この場所であの分かったんです。ですから、いろんな意味でこういうつながりがありまして。 えー、でまあその生活は1930年代がありましてで戦争がそのあと近づいてきて、えー、レーモンド夫妻があのインド経由で、えー、アメリカに戻るんですがそれで、えー、ニューホープあのというところあの、えー ペンシルベニアの方でニューヨークから2時間ぐらいのところにありましてこういう17世紀のクエイカの農家に行ってそれでそれを改造するという意識がありましてそういう軽井沢の生活を こちらでつづ、えー、続,続いていこうとあのいう提案だったんです。それが、えー、まああの発想が、えー、ずっとあの見ると、えー、フランクロイド・ライトからヒントがありまして、えー、実際は、えー、1916年に、えー、フランクロイド・ライトのタリアスに。えー 滞在してそこで実際あの自然と農業とあの設計するという、えー、あの概念がありましてそれがあのかなり、えー、と印象深い経験でありまして、えー、でそれであのどういうふうにまた自分のところでできるかというのがそのニューホープというところで。 ですからその17世紀のクエイカの農,農家にそれをあの改造してかなり、えー、と壁を取って開放的な空間を作ってであのインターンと一緒に、えーとまあ、農業をしながら、えー、設計するということがありましてこういう、えー、実験がありましたんです。 ですからまあこういうふうに設計しながら風景を体験してでそれで、えー、生活するということがありましてですからあの吉村さん、えー、と1940年代まあ40年頃に、えー、行って、えー、こういうふうにまた軽井沢からニューホープに行って、えー、生活しまして。 まあ、あのその、えー、皆さんと、えー、生活設計するというのが続いてるんですけどアメリカの風景の中でそれがあの体験するですから、まあ、こういうところでそういう日米関係が、えー、と表現してるんですけどそういうの中と外の生活で、えー、まあ障子とか、えー、そういう、えー 新発し、えー、そういう柱、あの解、ーえー、放感がありまして、えー、そういう生活をあのしながら、まあ、家具が、えー、とクエイカとかシェイカとか、そ,それをもとにして、えー、座りながらそういう生活をしてました。あのこれは、まああのー、40年代頃の写真ですけど、現在でも あの続いてますですからこういう生活が、えー、景色を見ながら実際、えー、とその農業をしながらあの生活するという魅力がありまして皆さんと食事する話しするそういう、まあ、ロングテーブルであの豊かな生活 でまあ、豊かな生活があると豊かなあの設計できるという概念がありまして今でもそういうレイモンファームセンターで、えー、続いてます、まあ、後であのシャーロットさんがちょっとそういう話しますまあこういうふうに今でもこういう、えー、食事外であのす,するあの機会があるんです でまあ、こういう設計はあのどういうふうに続いているかというと、えーまあ、代表作あのポカントコヒルズというあの住宅がありまして、えー、とニューヨーク市から、えーとまあ、1時間ぐらい北の方にこういう豪邸があるんですけどこういう基本がまた中と外の。 えー、ショーフォーズとかモアの,の,のエクスペビションハウスと同じように、えー、概念がありまして、えー、こういう景色が、えー、見えててでも実際の生活が、まあ、日米関係が、えー、その中心が、えー、暖炉がありまして、えー 左側の写真で暖炉がその中心ですけど反対側から見るとそのえまあこういう大きな景色がすごい広がりがありましてで角にえと床の間があってえそういう両方まあ日米というのがまあ暖炉と床の間が両方ありましてその中と外そういう生活えーがまあ、えー そういう、えー、中心がありましてそこからあの生活が広がっていったですからまあ何がえっ、ー、と中心だというとこういう基本があるんじゃないかという、えー、まあ吉村さんの言葉だとこういう蚊と水と、えー、木材あのん そこからまあその自然の基本があ,のありまして生活が、えー、まあ気持ちいい空間が、えー、見えてくるか出てくるですからこういうふうに、えー、そのポカントカヒルズの住宅のスケッチを見るとあのそういう基本が えー、自分の軽井沢の山荘とつながってくるんです。まあ、あのポカントクヒールズの方が全然大きいんだけど軽井沢の山荘は、えー、そういう暖炉、えーまあの前に、えー、生活するでそこに季節冬でも夏でもあの体験できるで中と外そういう。 風と光とあの川の音とかそういうのがその基本でまあそれはその意識が軽井沢と日本と、えー、アメリカとの,あの経験からあの一緒になってくるのがありましてでまたあのそれだけじゃなくて皆さんとどういうふうに、えー、つながるのが そのまあ、実際の食事こういうロングテーブルその下に外の暖炉がありましてテーブルがあってやっぱりそこからあのその吉村さんの、えー、魅力と日米関係のつな、えー、がりが、まあえー、表現してるんじゃないかとそういう独特が、まあ、そういう基本が。 あるんじゃないかと思ってます。ええー、まあそれでえっ、ー、とシャーロットさんとビルさんとそういう話が続いていくと思いますが、あのこれでえっ、ー、とちょっと僕の発表があの終わらさせていただきます。ケンさんありがとうございます。それではあのシャーロットさん。 にインタビューししししてててくだだささったたた映映像像をここでででごご紹紹介介せていただいいいもよろしいでしょうか、はいはい、それはます Hello, I'm、um, here with Charlotte Raymond, and、uh, she's just returned from Japan where she saw the exhibition of Yoshimura、um, at the AQUAD Gallery, and、uh, as she photographed Um, the New Hope Farm and saw photographs of Junzo Yoshimura visiting and so forth. I'm sure there are many thoughts you might have had, but um, just uh, I'd be very interested to hear um, your thoughts on Junzo Yoshimura based on all of this. I, I know uh, I was speaking to my mother and my older sister Susie, and they remember him so fondly. Um, he was so appreciative of all uh, my mother was doing, raising children, uh, keeping the animals, uh, gardening. Um, that he he really respected her, and they had a really good uh, relationship. For my sister, he it was um, because she had lived in Japan. He knew her, um, and they really had a great uh, friendship and respected each other. I'm sure. Um, so Susie remembers a very. Um, they had little uh, games that they would play by touching uh, little pinkies together. That would be their acknowledgement of hello or good morning. Um, so she had a wonderful experience with him. Uh, I know also um, in in viewing the exhibit, there was a lot of uh, photographs of of other houses in New Hope and other barns in the New Hope area. So he he wasn't just focused on the Raymond farm, but I guess the. Um, the Quaker uh, buildings that are surrounding, so I was able to see uh, new photographs for me of um, my grand my grandparents' side on my mother's side. So um, it was really fun to be able to see their farm and other local farms. Um, and I think he, he enjoyed the farm life, seeing photos of him with, out with the animals, and um, being um, in a little more rural section than uh, in Tokyo, I think that was fun for him. I think that also uh, knowing that he um, loved barns and old buildings like that, probably really enjoyed the the beams in a, in, the, in our barn, the Raymond barn, um, and enjoyed probably the skill it took to get them because it would have been very different uh, milling work than in Japan. It's amazing that some of those barns still exist right that you saw uh, i yes. yep they do yep and um i know that some of the ones at the park have just been restored so they're they're going to be here for a while which is wonderful and yep. you're keeping up the farm i mean with chickens and uh... Uh, yes we're, yep we're keeping up the farm with our chickens and our beautiful eggs and a uh, big organic garden in the summer we try to um, on the Raymond farm center uh, feed our guests with um, our own produce and uh, eggs and things like that. So that's, we're trying to keep the tradition going, keeping maintenance on the house, um, making sure everything's in good shape. And uh, we actually have it pretty much up to um, where my grandparents had it in 1938. I'm sure it was a little better shape than this, but we're doing our best. Which, when I visited, it was amazing to have the dinner outside and um, the long tables that uh, um, I see Junzo was um, there participating in with Noemi and everyone. But um, also, one of the photographs in the exhibition of um, Junzo continuing that in his own summer house uh, in Karizawa. Um, outside that kind of informal gathering um, i mean it seems like that's so important at the new hope farm that kind right. of well even that... on the same uh, side toward leading toward the ponds that beautiful picture of jinzo and uh, noemi talking um, in serious conversation but definitely their um, their body shapes said they were you know they were comfortable with each other and friends as they were discussing their their designs or something like that Yep. which seems to be much more egalitarian like they can do it more in a friendly way that maybe it's a little bit more difficult in more formal japan than tokyo that mm -hmm. uh maybe junzo mm -hmm. was a little bit easier uh more free in a yes. uh, you know mm -hmm. but getting to those basics right and i i know uh, my grandmother would always go out and just love to walk in the fields and uh, pick um wildflowers and things like that and, and she worked on her colors as she was walking in nature and i, and I think that being on the farm that really helped uh, both of them just uh, feel feel the freedom of the nature um, to understand to, to to get to where they needed to go with their design which is amazing you know in this time around 1940 um, and you know it's a difficult time politically but yet having this kind of very tranquil, very special moment. Right. Yeah. Very, very nice. And and, and I think it still goes today. Coming back from Tokyo as busy and crazy it is. It is, I could see the patient that you what one goes and you come back to the farm, and the first thing I do, I have to do take care of the chickens. So you're out in nature and it just slows you down. I think that was part of the beauty of coming to the farm too, especially in the times the difficult times of war yeah. which i understand you have to go and tend to the chickens <laughs> now <laughs> um, don't so catch, the, um, catch them before dark they run up they fly up into the trees and difficult to get them down and so Maybe we'll stop at this point, but um, thank you so much for um, sharing your um, thoughts on Junzo Yoshimura, and uh, we'll be continuing this in our um, symposium uh, in Japan virtually. My pleasure. It's an honor to be at the opening of the symposium, of the exhibition. Thank you. I enjoyed it. ケンさんさありがとうございました。あの名残惜しい感じで終わってしまいましたけれどもあのこのインタビューについて今何かあのこちらでお話しいただくことはありますかまああの本当にその生活が今でも続いてるのでえっ、ー、と生きてる、えー、ことまああのこの展覧会 まあ、あの、えー、紹介していると思うんですが、あの、そういう生活の魅力が。あの、現在、シャーロットさんは、あの、まさに、あの、生きてます。そうですね。やっぱり、純三さんも、あの、今。 いらっしゃ吉村順三さんがあのいらっしゃった時と同じようにシャーロットさんがあのファームを保存してくださっていることが本当に奇跡的なことだと思うんですけれどもそのご尽力には本当に頭が下がりますがあの本当にその自然の中に身を置くことっていうのがいかにデザインとか自分の思考を深めるとかあの形に起こす前の段階にとても大事だなっていうことが分かるしでそしてさっきのあの ケン先生のプ,プレゼンテーションの中でもそのあのアメリカの風土や景色や建築の中にいかにもともと持っていた日本の建築の要素がたくさんあるっていうことが非常にあの分かりやすくあの教えていただくことが今日できましたまだまだこのお話は続くと思うんですけれども <laughs> あのはい。 どうでしょう。続いて、あのウィリアムズ先生の、あ、ウィリアムキュレーターの。あの、はい、お話の動画をご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします、はい。あ、それでは続きまして、ウィリアムウィテカーさんの、あのインタビューをご紹介したいと思います。so today i m pleased to be joined by my colleague。will whitaker。who is the curator。 Of the architectural archives at the University of Pennsylvania, uh, and my colleague from the Crafting the Modern World exhibition featuring the work of Antonin and Noemi Raymond that started in 2006, traveled to the Kamakura Museum of Modern Art in 2007, uh, and the starting point of further exploring the work of junzo yoshimura and so having the exhibition right now at gallery aquad on junzo yoshimura's vision between U the u.s. and japan i think is a perfect segue to kind of expand out from all of these experiences but uh, um, we hope to highlight a little bit of this time in the united states that was i think really important before world war ii um, and after um, uh, through the whole series of projects but also critical experiences that um, would shape the work throughout but uh, to begin i wonder bill if you could um, give you give us a little bit of your perspective on yoshimura and um, these experiences well, thanks, Ken. It's, it's always great to see you and to be a part of any project involving you and the story of, of Anton and Noemi Raymond, Junzo Yoshimura, um, and, and George Nakashima. These are, these are figures that over the years um, I have been introduced to through the work as a curator, through being someone who's involved with an archive here at Penn that has materials from each of those individuals. Um, and also within the area of Philadelphia, there are buildings that these individuals had a part in. with, with Junzo Yoshimura, it's the Japan the Japanese exhibition house from MoMA that is now here in Philadelphia. In um, the case of the Raymonds, there's the the kind of all-important Raymond Farm, which is a, an exceptional uh, example of their work here in the States. but there's other houses and structures in the eastern you know part of the United States that they were a part of. Uh, and then George Nakashima's who, who you know is famous as a furniture designer but really is is you know as an architect first and his group of the group of buildings he did for himself in support of his family in support of his work as a furniture maker and designer in New Hope just a stone's throw away you know barely a mile away from the Raymond Farm speaks to the sense of a shared heritage so while you and I and and our other colleagues back in 2002 joined forces to kind of dive feet first into the world of Anton and Noemi Raymond uh, and their extraordinary connection to Japan and what they, through their work in Japan were able to bring to the United States in the late 1930s and how that that introduced something really kind of exciting and and energizing, not just within the own the buildings that they were doing, but I think, you know, there were exhibits. There were lots of publications. There were the the a book that, that Anton and Noemi Raymond did that really spoke to the changing nature of American architecture uh, and brought some some interesting dynamics to it, right? Um, but of course, that project was focused on the Raymonds, and while we 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 saw in our peripheral vision. Junzo Yoshimura, and sometimes he became more important in specific projects that the Raymonds were working on as a project architect, as an important figure bringing energy into it. Same with George Nakashima, we had to get the job done on that, right? So, you know, exhibits always lead to new understandings and new possibilities um, for future scholarship. So, coming around uh, in in recent years to focus on on how one does something more with the built heritage in the philadelphia region how one raises its visibility um, not just as individual sites but as something larger that speaks to the cultural context of uh, the artistic interrelationships between japan and the united states this is really one of the most important parts of the united states where you see that embodied in architectural expression and so we had to do something with it right so yeah i mean it's just like once you start something you can't stop it once it's something that's really of interest and and it's still going strong right so we can see this in the exhibition at shofuso the um japanese exhibition house that was moved from new york to yeah. philadelphia um, but i wonder if you can explain to people listening a little bit about the background for this exhibition that became a book yeah well, I would start with this image, right? And this is a photograph that is fairly unique that was taken on the roof of where the Raymonds have their office in Tokyo. It dates from about 1934, 1935. And Anton and Noemi are kind of center in the front. Noemi's standing with her hand on her hip. Uh, just to her left is Junzo Yoshimura with a uh, one of his colleagues' hands on his shoulders, and then in the top of the image, center, kind of standing almost, you know, uh, with his head in the sky there against the the white of the sky is George is, is uh, George Nakashima. These are individuals that had a shared experience together working in Japan, and also brought that knowledge and experience to Eastern, you know, Pennsylvania to New Hope, and lived and worked in that environment together. Um, and so I think, you know as a basis for future understanding and developing a deeper understanding of these relationships this is a starting off point that became very energizing um, and so in 2020 you know right as right before the pandemic hit you know colleagues at the japan american society in philadelphia you know were successful in pulling together a team to look at the heritage of their building, which is the Japanese exhibition house from MoMA, moved to Philadelphia in 1957, and to tell the story of its modern heritage as a site it's interpreted on a daily basis more as an example of 16th and 17th century classical Japanese architecture than it is as an example of modern architecture or as something that spoke to what modern architecture was about, what it could be about, what, what are some of the values that modern architects were interested in. Or drawing from, um, and so that that you know that emerged into a book called uncrating the Japanese House," which takes a, you know a, a cue from the idea that 636 crates came over from Japan in 1954, wound up on the curb in New York in nine, you know, on 54th Street, and were unpacked, and that you know. That just introduced a certain amazing energy into um, into the the built environment of the Philadelphia area, but it was also because this is in New York, in the middle of Manhattan. You know, it just it was something that really created a, an exciting dynamic, not just in architectural circles, but in a much larger context, and was part of kind of healing the cultural you know connections between Japan and the United States after World War II, after the kind of white hot violence that occurred in that time. And so we were able to you know in the in September of 2020 in you know the Japanese Exhibition House now Shofuso to install an exhibition that looked at and documented these three sites in the Philadelphia region, the Raymond Farm, the Nakashima Studios and Shofuso and we had a photographer Elizabeth Filicella, document those sites collectively uh, we were able to do that over the summer of 20 um, and you know exhibit it within the context of the japanese house um, and also to introduce some of the furniture that was done um, and maybe this is a good shot to give you a sense of you know the it, photographic imagery this collection that we created being projected within the space uh, along with um, you know some of the furniture that Nakashima did early on in his career, and Noemi and Antonin designed uh, in their time, uh, both in Japan but more specifically here uh, in America, and juxtapose those things within a space designed by Yoshimura, and next to the show in this desk, this built-in desk that that Yoshimura included as part of the Japanese exhibition house. Um, so, you know, I guess. You know, you know, the point to make here is the the nuance of their shared experience, what's embodied in the buildings themselves, and the letters shared between them and others, friends and colleagues, um, drawings and objects that that came across the ocean from one place to another. Uh, how those get embodied in new work is it's a pretty awesome thing, and because of these individuals having such a close shared experience i think it makes the buildings that are in this area of pennsylvania new jersey you know southern new york state uh, manhattan um, you know even out in the tip of long island if you consider the briggs-carrera house as as a great example of of these guys working together um, this is something we ought to know more about it's something that we ought to explore more fully and we touched on it a bit but I think one of the takeaways from this second project, this exhibition project that I've been able to work on with you, and with uh, with others, uh, is that we have to know more about Yoshimura and his American experience. There's much more, I think, to be discovered and more nuance in it that we touched on, but we touched on it within the context of these, you know, the Raymonds, George Nakashima, and Yoshimura. I think, you know, there's there's definitely more to the story, but it's got to be understood. From from, Naka, from Yoshimura's point of view. And one thing that I took away from writing about this experience in in the book uh, on creating the, the Japanese house was was reflecting on George Nakashima reflecting on his experience of sharing, you know the the experience of traveling around old Japan, rural Japan with Yoshimura in the 1930s. And George Nakashima is a Japanese American. He's born in America, and he's traveling to Japan, and he works for the Raymonds uh, for for several years in Japan. And he's the only Japanese American in the office, so he kind of stands out. Um, and yet, when he reflects on the experience of, of traveling with, with Junzo, they're the same age. They're not married. They're a couple of young guys who uh, are are incredibly talented. Um, he he talks about just how Junzo really introduced him to all the subtleties of Japanese art and culture, the sophistication, the way of just sitting in a particular space and being there and being at peace in that mo in that space and absorbing what Japanese classical architecture offered. He's silent about, and this is you know the thing that interests me is what's Junzo getting out of the deal. I imagine. Junzo learning from George about America, about American cities, about traveling, about road trips, about fast food, about all these other kind of dimensions of cultural experience that George Nakashima would have carried with him, and maybe he was trying to escape some of that stuff, the kind of materialism of American culture, um, and feeling like you're connected, you know, that you're disconnected with the world, um, uh, but. You know, to kind of dwell in that space a little bit more, I think would be very rewarding for a larger, you know kind of a deeper understanding of what 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 Junzo got from being in America in the 1930s, what he got from being not in New York City, not in Los Angeles, not in a major urban space, although he visited those places, but spending 14 months in rural Bucks County PA on a farm right that's just that's a different point of view that Which should not be taken for granted right you can um, see him in his overalls um, in a very different uh, casual uh, it's like american gothic you know meets you know hokusai right you know it's just like it's a different it's a different space and what does that contribute to his architecture what is having a sense for american experience and before even coming here in in his travels around old Japan with George Nakashima, um, and then in coming here uh, in 1940 41 in seeing that space, Nakashima was not in New Hope at that time. Shortly thereafter, Nakashima and his family made it to New Hope, and then he spent the rest of his creative life working out of that space, um, you know. And then every once in a while, working with with Yoshimura, right? They were able to maintain those connections. And maintain connections to the Raymonds in all that time. So the you know the circle of individuals is really rich and complicated and quite beautiful. And there's an amazing architectural heritage in this region that we're increasingly aware of amongst the broader public here in the Greater Philadelphia area. I, I'm sure the same thing is in New York, and that we want to be responsible about that heritage. So in order to be you know to do so at the really highest level, I think we need to dig deeper and to what junzo yoshimura learned from america what he took away from america what he brought to america what he built in america there you have it so perhaps that's the key for the follow-up for the current exhibition to be in america to feature this um, very important series of chapters that uh, um, are within this um, different cultural con context, but yet certainly connected through these individuals and the dynamic back and forth, as you highlight. So I couldn't agree more. Thank you very much, and um, to be continued. Excellent. ビルさんウィッテカーさんがもうすごく強い言葉でレーモンドの中に確かに吉村順三が一石を投じてそれがあのフィラデルフィアアメリカに確かなあの何かを投じているっていうことをあの確かに語ってくださってまたそれがもっともっと掘り下げたい。 もっと発見があるんじゃないかっていうことをあの強く語っていただいてその中にはジョージ・中島さんの文脈からっていうこともあるしっていうことを語りいただきましたで今回私たちの展覧会では吉村順三側からアメリカをどう見たかっていう視点が少しあったんですけれども、まあ、その点についてあのケン先生のなんかお言葉をいただけたらと思うんですけれども。 あのまあ、これからあの皆さんとディスカッションであの話す話したいと思いますが、はいまあ、田中さんはかなり内容についてあの、えーま、あの深い話があると思います。分かりました。じゃあ後ほど楽しみにということにさせていただきます。 それでは続いてはあの建築士家の田中敦子さんにご登壇いただくんですけれども、やっぱりこの今回の、えー、レイモンドファームに吉村純造さんがいらした時間っていうところで大きなことは第二次世界大戦がお挟んでっていうところだと思うんです。でその点であの吉村純造さんがえっ、ー、とどのようにこのアメリカの中でご自身の、えー、お仕事を進められたか。 っていうところを、あの敦子さん、田中さん、先生の方から、あの、お話しいただきたいと思います。それでは、田中敦子さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、田中です。どうぞよろしくお願いいたします。えっと、まず、ご画面の共有をさせていただきますか。はい。 えとまず私が吉村先生の斎藤大使記念図書館というこのパースを初めて見たのは2006年のことでした当時カリフォルニア大学サンタバーバラ校でクラフティング・ア・モダン・ワールドの展覧会が開催されていましたでこれは先ほどお話しされたビル・ウィテカーさん大島健さんそしてカート・ヘルフリックさんクリスティン・バンドルディさん 中原麻里さんが準備されたもので日本にも巡回してきた展覧会です。関連して本も出版されています。ここで吉村先生のこれを見た時にアメリカだったこともあって大変びっくりしましてこれは一体どういうものなのだろうかという興味を持ちました。その後現在、 米国議会図書館でお仕事をされている中原真理さんから1940年当時議会図書館の日本部長だった坂西志保さんに宛てた吉村先生の書簡があることを教えていたただきました今回の調査で坂西志保さんが米国議会図書館の初めての司書になった日本人であることとかさまざまなことが分かりましたので少しお話ししたいと思います。 1940の40年の5月に吉村先生はレーモンドに呼ばれて2つの計画を担当するために渡米しました。一つは日本文化会館ジャパン・インスティテュートの中の茶室です。日本文化会館は1939年の3月に日本の国際文化振興会によってニューヨーク・ロックフェラーセンター国際ビル 三十六回に開設されました。悪化する日米関係の最中、日本への理解を深めるための施設でした。その室内に設置する茶室をレモンドが依頼され、ノエミ夫人の指導の指導というか。指示の下、吉村先生は、日本で準備した六畳間の部材二十五ケースを米国に輸送しました。そして、部材が到着する前に渡米し。 ニューヨーヨクで部材の組み立てを監督して、月末に完成しまししまた。しかしわずか1年余りのうちに日米開戦となってしまいここの施設自体が閉鎖されました戦後は1952年ブルックリン美術館の日本民芸展で展示されたこの茶室が展示されたということをビル・ウィティカーさんにご教示いただきました。 もう一つつののパースです。これが2つ目斎藤,藤博大使は1933年から中米特命全権大使として日米の関係改善に尽力された方ですが1939年に病のために米国で亡くなりました。 米国政府は斎藤大使の遺骨を巡洋艦アストリア号で横浜まで霊奏しましたこの行為に応えるため米国議会図書館内にその名を冠した図書室を作る計画が日米両国の政府間で持ち上がりましたこの計画を依頼されたレーモンドは吉村に早く渡米するよう手紙を書いていますニューホーホプの レーモンドファームに落ち着いた吉村が議会図書館の坂西志保に宛てた最初の手紙にはこの意義ある仕事に携わることができましてこの上なく光栄に存じております。先月末到着以来直ちに設計を進めております。この仕事の重要な使命を考えましていかにして真の日本の精神を美しさを表現いたすべきかと微力を尽くしております。 と書かれていますそして以後7月14日には図面に取り掛かっております。7月20日だいたい今度の案の案デザインを決めることができました8月1日にはようやく図面を仕上げることができました。8月4日には「青焼き一通り大使館に送りました」などと経過報告がなされています。 全部で24通の手紙には、日常生活や街の印象なども書かれています。9月23日、ボストンは街の様子がなんとなく落ち着いていて、人間が住むのに良い大きさを持っているような気がしまして、京都を思い出しました。また、41年の2月1日には、グレコの展覧会は素晴らしいものでした。なかなか会場を去ることができませんでした。 おすすめのスパニッシュミュージアムも、特徴のある良い美術館と存じました。メトロポリタンも4日ほど参りましたが、いろいろと教えられることが多く、ニューヨークがその点ではつくつく羨ましいと思いました。とあります。吉村が描いた斉藤記念図書室のパースは、1941年2月からニューヨークのアーキテクチュラルリーグで行われたレイモンドの展覧会に出展されました。 しかし日米関係のさらなる悪化により計画自体が頓挫します。その時の手紙には、両国にとって一つの絶好のチャンスを失ったような気がいたします。これが実現いたしませんとなると、私のアメリカへ参りました目的の一つがなくなるわけでございますが、そうなりましても、他の方面でできるだけ自分の使命を果たしたいと考えています。しかしか 我々のこの基礎工事は必ず多実の役に立つことと考えますと書いてありますそして41年の7月に吉村先生は日本に帰国するためにワシントンで坂西さんに挨拶してからシカゴに向かい飛行機でサンフランシスコに移動しましたサンフランシスコで1週間以上待機している間に4通の手紙を坂西さんに出しています その中には雑然としたサンフランシスコの街に好感が持てないこと、良い気候、良い地勢にもかかわらず、乱雑な街の計画は惜しいと思うことなどが書かれています。乗船した竜田丸は8月4日にあ、すいません、8月4日に出港、8月17日に横浜に入港しました。なお、吉村先生は、この 船で出会ったバイオリニストの大村瀧子さんと後日結婚されました手紙には10月13日付の手紙ですけれどもこう書かれています1年余りのアメリカ生活は大変尊い経験でした自分の今までの狭い生活に対する考え方が広げられただけでも非常に嬉しく思っております 14ヶ月のレーモンドファームでの生活ぶりは展覧会場の写真からもよくわかると思いますが和紙を紐で閉じたこの吉村先生手作りの冊子これもレプリカが展示されていますけれどもこの冊子から素朴なファームへの関心とか愛情が伝わってきますまたこの写真の横に メモ書きされた「A bit of Japan is seen in the eaves」とキャプションがついている写真ですがこれはレーモンドファームの南側の開口部の軒の写真ですけれどもこ,んなこういうところであの日本を感じているっていうことがわかります。そして当時携わった作品の一つ「彼らテですけれども この彼ら邸については吉村先生が担当した一つと言われておりましてここで電信柱をつく使ったことが戦後のレーモンド作品の丸太を使うことにつながったというようにあの吉村先生自身が後に語っておられます。戦争によって斎藤大使記念図書室の計画はなくなりましたが戦後 1954年にニューヨーク近代美術館に建設されたハウス・イン・ザ・ガーデンシリーズの一つジャパニーズ・ハウス・小風が建設されますこれは先ほど詳しく大島先生がおっしゃってくださったお話ししてくださったので、えー、とそれのについてはもうあのここでは取り上げませんけれどもここで吉村先生は2つの原則を 作ったと書いておられます一つは書院作りを日本住宅の典型として見せることもう一つはできるだけ日本建築にふさわしい環境で見てもらうために周囲を土塀で囲むことつまり庭との関係に重点を置いた見せ方をすることですこれは2つの実現しなかった作品っていうか斎藤図書室でできなかったことの一つが室内の計画であった。 だからその日本の大事な要素である庭との関係というのがその実現するためにはそこに重点を置かなければならないという,こう強い意志であったというふうに私は感じております。モデルは三井寺の工場院客殿で当時の芸大の建築家の学生が図面を引き伊藤平左衛門事務所が施工し庭園は佐野丹西でした。 建材など136個をクレートにして日本から送ったということが、このあのライフには書かれています。企画したのは、フィリップ・ジョンソン、アーサー・ドレクスラー、ジョン・ロックフェラーで、日本側は日,日米協会が中心と、ま、なって、基金を集めました。襖絵18枚と、床の間違い棚には東山海の水墨画がありましたが、現在は残っていません。 この小風奏は57年にフィ,フィラデルフィアに移築され一般公開されています。ビルさんのお話にもあったように現在も大変良い状態で維持されていて伝統が引き継がれているということは何よりの,あのことだと思います。でこれの展覧会に関,関連して当時アーサードレクスラーの The Architecture of Japan という本 そしてノーマン・カーバーの「フォーム・エンド・スペース・オブ・ジャパニーズ・アーキテクチャー」という本が出版されました。1955年同じ年には「モテル・オン・ザ・マウンテン」が完成しています。これは食堂の部分を吉村先生が担当され宿泊棟の部分はハーメルハウェル・ハミルトン・ハリスというアメリカの建築家が担当しました。 これもまた、ライフ氏に取り上げられています。ここは一般の関心が高く、新聞記事にもなりましたし、このような絵はがきも多く出回りました。また、これは新,新聞記事ですけれども、1958年のニューヨークタイムス、高島屋のインテリアを吉村先生が担当したこと、そして、 ジャパンンエアライン日本航空のインテリアをやったことが新聞に掲載されていますそして1971年にはジャパンソサエティが完成しましたで69年の段階で計画案がレンダリングが新聞記事にすでになっており完成した時にもあ吉村先生の写真とともに新聞記事になっております ままた1975年ポカンティコヒルズズの家もニューヨーヨクタイムズに掲載されていますこのように吉村先生の作品はあアメリカの中で受容されているわけですけれどもではここでちょっとアメリカの日本建築の需要というのはどういうものだったのかっていうのを大きなところから考えてみたいと思います。 私は三つの時代があったと考えていて、第一期は千八百九十年から九千九百年頃。万国博覧会によるジャポニズムの時代ということで、形態や装飾に関心が集まっていました。当時の建築家には、フランク・ロイド・ライト、グリーン＆グリーンなどがいます。第二期は、国際様式の文脈で語られた時で、モジュールとか内外空間の融合ということに関心が。 集まりまりしたその頃のの建築家にはシンドラーやノイトラハリス先ほどあのモーテル・オン・ザ・マウンテンの設計者のハリスなどがいます。そして第3期の1950年代戦後これが小風層ができた頃ですけれどもこの頃にはモダニズムの目から見た日本建築ということで柱張り構造による開放性を持った住宅がたくさんアメリカで建てられた。 時代です建築家としてはワースタースミス・ウィリアムスレイ・キャピポール・ルドルフなどがいます。最初のジャポニズムの頃ですがこれは有名なシカゴ博フランク・ロイド・ライトが大きく影響を受けたというものでこれをはじめ、えー、翌年にはサンフランシスコでミッド・ウィンターバンコク博覧会があり庭園への関心が高まりました。 1904年のセントルイス万国博これは5つの日本建築が建設されたのですがその中の一部は高峰城吉が購入して自分の別荘ニューヨーク州のモンティチェロというところにそこにあの建設され現在も残っています住宅としてジャポニズムの住宅として代表的なものはこの松木分岐予定です ボストン郊外のセーラムとというところにあります。エドワード・モースの手伝いをしていた松木の家なのでモースの本からの引用があり同じようなモース本の挿絵の似たようなその仕上がりが見られます。そしてマサチューセッツにあるアーサー・ナップ帝。 日本に滞在していた牧師さんの家なんですが、これは建築家がラルフアダムスクラムという人で。これは、あの、多少改修されているものの、現在も残っています。カリフォルニア州のロサンゼルスにあるパサディナというところは。あの、日本の、その、日本庭園が作られておりまして、そこに、日本のジャパニーズハウスというのも作られ。建てられ、これは。 現在もハンティントン庭園の中で保存されています。で、この近くに多くの住宅を作ったのがグリーン＆グリーンという建築家です。アメリカのアート＆クラフト運動の代表的な建築家とされていて、日本だけではありませんが、まあかなりこう日本的な衣装に衣装を引用した作品を作りました。 そしてフ,ルフランク・ロイド・ライトは早い時期から日本空間の持つ空間の流動性流れるような空間ということに着目しプレーリーハウスの中でその空間を実現していますライトは1905年に来日しているので日本の空間を非常に早く知ったアメリカの建築家の一人です そのライトのところのタリア線で過ごしていたウィーンの建築家シンドラーは、1922年にこの時程で内外空間のこう一体化ということを図りました。ここでは引き戸が用いられました。そして、やはりウィーン出身の建築家でライトのタリア線を経てロサンゼルスに来たリチャード・ノイトラもまた、開放性を獲得するために引き戸を用います。 リチャード・ノイトラは1930年に日本に公園に来ていまして、でその頃、日本の住宅について書いたこのような文章があります。止めるものも貧しいものも、都会の富裕層も農民も、畳、襖、障子、箪笥に至るまで、すべて同じ寸法のスタンダードがある。ディテールや仕上げはシンプルで大変美しく標準化されている。私は長いことこれを求めてきた。 もう一人ではないとそのように、まあ、感動しているわけですけれどもそういうモデュール日本の空間が持っていたそのモデュールへの関心というのは他の建築家にも影響を与えてこれはハハハウェル・ハミルミトン・ハリスのローテという住宅ですここでは3ピート日本の3尺に基づいた住宅が建設されました。 そしてハリスは自邸としてこのように開放的なフェローシップパークの家というのも設計しています。戦後になりますとこれはあのモマで小風層ができた後ですから1956年ですがカリフォルニアでは多くのこのような柱張り構造による開放的な住宅が建設されます。 レイモンド・キャピーのヘイズ邸です。それからこれはフロリダのポール・ルドルフが作った住宅です。ノイトラは1959年のシングルトン邸というもので、このような内外が一体化して、外か中かわからないようなものも作りますし、ケース・スタディ・ハウスはこの有名なライフの 表紙にもなったこのジュリアス・シュールマンの写真ですがこれもあの開放的な引き戸を使ったものの、まあ、ピークというかエポック的な住宅ですで。このように日本建築が大きく影響していた中でこの小風層というものの存在は大変大きいものであったと思います。で吉,村さんの吉村先生の言葉を借りれば、 この日本建築の特色にはいろいろあるが第一の特色は流動的な自由な空間を持つということそして純粋さ誠実さそれらから来る芸術性アメリカの,そのモダニズムがやっぱり合理的でその生産性に関わるところにこう陥,陥りやすいというかそういう傾向を持ったのに対してこの 芸術性というところを、この小風草が見せたということは、大変大きかったのではないかなと、私は考えています。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大変貴重な資料をたくさん、あの、ご紹介くださいまして。あの、非常に、あの、しさ深いなと、次の、あの、対談が楽しみになってまいりました。はい、はい、それでは。 ここでですね、あのうん、本店改修の松隈宏さんにもご登壇いただきまして、今の、まあ、検査もまたお戻りいただきまして、今のお二人の,あのプレゼンテーションから、どのようにこう感想をお持ちになったか等々、あの話まあ、今回の展覧会に重ねて、あのお話しいただければ嬉しいんですが、お願いできますでしょうか。はい。<laughs> 今日たくさんのまた情報をいただいたのであのビルさんがさっきおっしゃってたけどあのこれから深掘りしていかなきゃいけないっていうねなんかたくさんの課題がまた見えてきた気がしますね。で今回本当にあにいろんな情報が全てこう集約された形で展覧会を実演できたっていうのはあのこのじ時期にできたっていうことは非常に大きな意味を持っているような印象を持ってます。 で実はあのキーパーソンがね、あのせっかくだからお話しすると、多分二2人いらっしゃると思うんですけど、一人は先ほど名前が出た中原真理さんですよね、それからもう一人は僕、重要だと思ってるのは、はい、あのレーモンド事務所で長く一生されていて、今でも元気な五代よし子さんですよね。 で今回あの僕がこういう形でたまたま関わることができた一番の元とっていうのはやっぱりあの少し大きかったなと思ってるのはあの99年に杉山松之さんが亡くなられるんですけどその翌年にあの五代さんに誘われてあの杉山さんのご自宅に三子夫人を訪ねたんですよね。 でその時にすでにあのケンさんたち中原さんたちがあの杉山さんの持ってられた戦前のレーンボンドの貴重な資料をペンシラルア大学のアーカイブにあの寄贈するっていうことをされていたんですけどその後の要するに残されたものをどうするかっていう相談をあの美津子夫人が五代さんに行ってであの「せっかくだから一緒に見に行きませんか?」って五代さんが誘ってくださった。 でそれで僕が一番発見してびっくりしたのは1940年に吉村さんがニューホープに呼ばれて向こうに渡られた後にあのにレームのつまり日本の事務所を閉鎖して日米関係の悪化からアメリカに帰った後に杉山さんは日本の事務所を守ってたわけですよね。でそこにあのやっぱり吉村さんとすごく杉山さん親しかったので。 ニューホープから吉村さんがあの杉山さんの手に書簡を送っていたでそれをすごく大事に杉山さんを大切にされていてきちんとファイルに閉じてたんですよねだからあの手紙が今回初めてあの公開することができたっていうのもすごく大きくてでその時にやっぱりい,いろいろ混じっていた杉山さんが残された写真の中に吉村さんと杉山さんが レーモンドがいなくなった後に竣工した東京女子大学のチャペル礼拝堂の屋上で撮った写真が入っていたりそれからやっぱり杉山さんって本当にあのレーモンドの仕事大事にされてたと思うんですけどあの前川邦夫が担当した木村産業研究所の使用書が残っていたり本当にたくさんの資料が残されていたんですよね。だかからそれも大きかったです それで本当に五代さんのおかげであのいろんな資料を発掘できてでその後ね今お話あの田中さんしてくださいましたけど2006年のフィラデルフィアペ・ペンシュバルマイ大学のアーカイブでのレーモンドとのエミの展覧会でそれのために僕も初めてニューホップにあの亡くなられた鈴木裕樹先生なんかとご一緒して五代さんも一緒に行って。 でそこでで初めてて日本という場所を僕も知ってですねなんかあ,あの時からずいぶんもう時間が経っちゃったんだけどでその,あの翌年にあの神奈川県のスキンナビス館であの日本展をやろうっていうことになってでその時に、まあ、たまたま縁あってジョージ・中島の桂のカトリック教会の模型をあの中島の,あのファームを訪ねた大学院の学生2人に作ってもらった。 だから全てがこう何て言うんだろうな断片的なこう意図がずっとつながってきたんですよね。で中原さんには実は1999年に僕が初めてこのレーモンドに関わる展覧会をギャロリー体制でやったんですね。でその時に中原さんはすごく尽力されてあのせっかくだからってことであのニューホープのアトリエに一緒に行った当時の,あのレーモンドのスタッフの人たちにインタビューを取られて。 あのそれ多分これから記録として出されると思うんですけどねなんかいろんなものが少しずつみんなで寄せ集まってきてようやく今回こういう形である程度の全体像が見えてきたで今回田中さんが入ってくださったことで僕も知らなかったあるいはケンさんたちが井戸香さんとやった小富裳に絡んでる展覧会でまたいろんなものが出てきて本当にあの戦争を挟んだほんの一瞬なんだけども。 その2つの戦前戦後の日本とアメリカの交流の中で、彼らがどういうことを大事にしてきたのか、なんかそれがね、すごくクリアに見え始めたなって感じがするんですよね。で、本当にありがたいことに、これも全部偶然だと思うんだけど、去年ね、あのその出発点であるレーモンドの夏の家が、レーモンドの建築として初めて国の重要文化財に指定されるっていう。 なんか誰かがどこかであの僕たち応援してくれてるのかあの頑張るよって声援してくれてるのかわからないんだけど <laughs> なんか本当に改めてあのそこからみんなで始めようよっていう掛け声がかかったような気がしています。あありがとうううございいまます、まあ、い今こういったようなも と深掘りできるそして今皆さんに興味が少しずつまとまりつつあるっていうところであのケン先生いかがですかまあ本当にあのすごい物語に <laughs> なるんですがであのもう何十年ということは考えられないんですけどあのまあ松隈さんとの出会いはもう何十年前ぐらいだと思うんですがあの いやあの僕も本当に五代さんすごい重要な方だと思うんですがそういう人間とのつながりまあレーモン事務所でもあの吉村さんでも、えー、あの中原さんとの関係もあの非常にまあ,あの我々の展覧会はあの五代さんがあの一緒に。 いらっしゃらなかったら、あの、実現できなかったと思います。まあ、また,また松隈さんも <laughs> 非常に重要な、あの <laughs> 人間で、そういうつながりで、まあ本当にそのレイモン事務所のすごい良さが、その人間とのつながりと、あの出会いと、そういうあの、それぞれの性格が、あの、非常に面白くて、でも、あの、その。 違いとかそういう性格の,あのまあアントネンとノエミーの違いとかあの、えー、またそれぞれの,あの良さあのそれみんなであの設計ができたということは、まあ、非常に、えー、だんだんと分かってきたと思うんですがあの、まあ、なぜこういうことを言うと、まあ、五代さんと会ったのは えーまあ、そのギャラリー体制の展覧会がありましてでまたちょうどその頃、えー、とジャパンアーキテクトの,あのレモンの,の特集号が出てたんでまあその写真はそちらで、えー、と展示してあってでまあ僕はそのちょうどその頃、えー、日本に行ったんであの編集に関わってて。 えー、それで、まあ、それぞれの,あのレーモンドの作品を見てであのその関連で、えー、ニューホープに行きましたんですがあのそれでその時、えー、とあのレーモンドさんの,あの家族と全然関係なかったんだけどたまたまそこに行って、えー、<laughs> トン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 あのその。<laughs> <laughs> あのえー、レモンファームの,あのところに行ってあのそのレモンとアントニンの息子さんあのクローズさんがあのいらっしゃってそれで、えー、ともう3時間ぐらいいろいろ話をあの、えー、なさってて、えーそのまあ、実際関係性は非常に深い。 であの両方の,あの日本とアメリカの体験がないとなかなか分かんないと思ってたんですけどあのでもだんだんとそのニューホークとあと軽井沢との関係が分かってきてたんです。まあ、いろいろあの脇田美術館で、えー、とシンポジウムがあってあの松駒さんが中心になっていろいろ話がありまして。えーと それであのジョージ・中島さんの娘さんあの皆さんがいらっしゃってとかあのいろんな方とこういう話をしてそういうどういうふうにつながってるどういうふうに、えー、人間の関係性があるとであの場所によってあの、まあ、印象が変わってくるんだけどその人間があの、えー、それでつながってるんでまあ あのそのえー、また松隈さんとニューホープであって、えー、<laughs> あのその時は五代さんもいらっしゃったんですねだからそれであの五代さんとその、えー、あのクローズさんの奥さんあのドレスさんとかあのシャーロットさんとの関係性がよく分かってきたんですそれでずっと まあ、そういうもう本当にあの家族みたいで、えー、最近あのシャルロットさんが、えー、日本に行ってそういうもう本当にあに家族 <laughs> だっていう関心,のあの関心がありましてそういう、えー、その人間の関係性がありまして、えー、それであのそういうせあの設計ができたと。 いうことはまああの資料を見てそういうことはあの、えー、よくわかるんですけど実際あのその経験から出てきたという意識があのを持ってきたんですあ,ありがとうございますあのー、ここで あの吉村順三さんがアメリカであの生活を共にするっていう中で感じたあのライフスタイルですねあのとてもあの日本ではすごくかしこまった夫婦関係だとか会社での上,上下の関係だとか社会性の中でのルールみたいなのの縛りが多かったと思うんですけれどもその軽井沢でもレイモンドファームでもそこに非常にアメリカ的な自由な 関係性っていうのはあのすごく吉村順三さんに影響を与えたのではないかと思うんですけれどもそこら辺についてあの田中さん、ケさんどちらかあのお話しいただけると嬉しいですが。はい、ではあの私から最初に <laughs> あのライフスタイルという意味では多分あの日本に軽井沢と レイモンドフ軽井沢ではどうしても日本の環境の中にありますからある程度堅苦しいところはあったかもしれないですただそれがアメリカのレイモンドファームに行くともっとこうフラットな対等な関係というのがあって。で そ,そこで吉村先生があの人間関係の対等なものっていうのを本当にこう日常生活の中で習得されたというかこれでいいいいんんだっって思思たんじゃないかなかと思います特に野枝美さんとの関係というのはとてもあの親しいものだったというふうにいろんな方がおっしゃっていてまたあの のえみさんから坂西さんに宛てた手紙っていうのがあるんですけれどもあの、まあ、今度日本の若い署、えー、員が来るからホームシックにならないようによろしく頼みますみたいなことが書いてあったりだからとてもこう温かい人間関係の中で吉村さんが過ごされていたっていうことがあのこの資料からも分かってだからあのすごくこう。 その後の後戦後の坂西さんとの関係もそうですが最初の頃はかしこまった筆できちっとした手紙書いてるんですけど1年くらい経つともうすごくラフな手紙を書くようになっていってう人間関係がこうどんどんなんて言うていうかこう親しくなっていくのが見えてくると。だからその坂西さんもまたあの吉村先生にとってはとても大きな存在だったんではないかなと。 思います。あの日本的っていうよりはその民主主義というかそういうものをこう教えてくれた人が坂西さんだったんじゃないかなという気はしています。そういう意味ではあの新村さんが帰国して戦後になってからあの婦人画報とかいろいろ 住宅雑誌にその、はい、吉村邸のライフスタイルなどがどんどん紹介されてって、まあ、それは日本人にとってもすごく開放的で対等でモダンなものに見えたと思うんですよね。まあそういった面もあの非常に、まあ、それは日本編でお話しすることになってるんですけれどもあの今日はアメリカ編ということだったのでその日本的なるものが要はロックフェラー邸だとか ジャパンソサエティーだとか非常にこうモダニズムの中でもともとあった日本っていうものがどん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 こう輸出されていくような感覚がを感じたんですけれどもその点あのケンさんいかかがですかまああのその吉村さんのえっ、ー、と目は非常に繊細だと思うんですがあのそのまあえっ、ー、とどういう日本建築を見た というとあの、まあ、あの田中先生があのその書院作りのお話をさったんですがあのやっぱりそれが、えーとえー、よくあのその、えー、日本の良さは分かってたんですがあのその小風草かジャパン・エクスッションハウスの時にいろいろ議論があったんですが。 えーと実際、えーとまあ、あのアルトル・ドレクセルとフィリップ・ジョンソンがいろいろ話してで日本に行ってあのまああのイサム・ノグチが、えー、と民間の、えー、と表現がいいんじゃないかという話が一応あったんですけど、まあ、民間になったら全然違う風になってたと思うんですが。 あのやっぱりそのまあ吉野さんがその良さをその目を見てでもその,、えー、あのそれとつながっててあのシェイカとかクエイカのえ洗練されたあのデザインを見てそれを、えー、発見したとでそういうあのレイモンド・ファームの,のところにその、えー、一番いいところを 見つあのそういう風景の中でどういう風にディテールがなってるとか実際その障子は吉村さんの経由からあって一番いい障子があってとか紙もそういうのがあってそれが品が非常に高いんだけど えー、実際その,あの非常にシンプルかピュアかあのその風景とつながって、えー、で、まあ、実際ニューホープに行くとで実際レイモンファームに泊まると実際生活が <laughs> 少し変わってくると思うんですが、まあ、実際僕は34回ぐらいあの泊まったことあるんですけど。 えとまあ、多分その1940年代頃から、まあ、ある面で変わってるんですけど実際の風景は、えー、とそれほど変わってないんですその、えー、鶏の音とかあの光とかそういう一番よあのいいところが残ってるのであのなんとなくそういう何をあの体験したか感じたのは。あの まあ、実際、えーあの、今でも分かるわかる,かるような感じしますあ。ありがとうございます。で、あのあ<の>松熊あ、すみません。すみません、ちょっと障子について補、はい、足していいですか。レインボンドファームの障子っていうのは、今、ケンさんお話になりましたけれども、京都のあので作ってるんですね。 でそれはレーモンドがアメリカに帰る前にすでに発注をしていてあの吉村さんが多分おそらく吉村さんか杉山さんが担当してそれをこうちゃんと寸法で図面を書いて京都で作らせてそして送るということをやっているので非常にこう純正な質,質の高い障子なんです。 はい、いありがとうございます <laughs> あの。松川さんあの実際にレイモンドファームに行かれた思い出を先ほどお話しくださいましたけれどもそこであの吉村先生さんと同じように感じたクエカー京都のバーンだとかいろんなあのそこに日本を感じるようなことがきっとあったと思うんですけれどもその点いかがでしょうか これあれなんですよね。だからあのレーモンドがね、やっぱり1919 19年の12月31日の日に、まあ、横浜の港に着いて見た初めのファーストインプレッションが全てを象徴していて、つまり、その建築家なしの長い木造の文化の時代が育んできた。 人間と人との関係人間と自然との関係っていうものにもうレーモンがものすごいショックを受けて日本でもう仕事をしよう日本から学ぼうで自分が日本からたくさんのことを学んだけどそのそれの最高のものっていうのは生活の芸術なんだあの建築だけじゃなくてまあいろんなねあの人々の営みの中に自分たちが求めてるものが全部あるじゃないかっていうふうに気が付くわけですよね。 なんかそれをコ、まあ、ルビジェの,あの案を本案しながら夏の絵で実践する時に彼が日本のや建物っていうのはやっぱり構造体が現れているし開口部を開けると部屋の中と周りの自然が一体になってものすごく気持ちいいんだよっていうことをねでその初めての食事の時にまああの ね、家族とあと、まあ、吉村や前川がいたわけですよねなんか全てがあそこに始まりがあってそういう経験をしてるもちろん吉村自身も茶室を実測に行ったり信州へ山梨の,あの集落を訪ねてったりということでやっぱりあの実はモダンアーキテクチャの中に並んでるものを探っていくと。 実は彼らがヒントにしたものっていうのがそれぞれの地域で人々がやっぱり生活を作るために工夫をしただからそれこそそのクエカー教徒たちがあの作り上げたものもねやっぱり厳しい自然の中でどうやって そしたら少ない材料で居心地のいいスペースを作ってあの自然のあのせつに耐えていけるのかっていうねなんか最もその原理的だしあの非常にシンプルなそういう造形をこう長い年月をかけて洗練させていったわけじゃないですか。でそれをやっぱりレ、ね、もも吉村も中島も 前からもそうだと思うんだけどなんかね全部こうそれぞれあの受け取って少しずつ自分で温めてった作業だと思うんですよね。で僕ちょっとびっくりしたんだけど今回の展覧会で猪熊さんのこともすごく大事だし猪熊さんと吉村の関係によって彼らが何を得たのか何をアメリカから学んだのかってことも大事だしさらに言えばいやこれ勝手な邪水ですけど。 庭に通っていた谷口義雄さんが今のモマの建物を作る時も小風層からつながるような建物の中と外を一体にして、うん、都市に開かれたスペースを作るって意味では全く同じですよねやってることがねだから実はものすごく実は見えない水脈のような <laughs>。 大切なものがつながってるんだなっていう感じがね。だから今回のっなんかきっかけにね、もちろん軽井沢とニューホープの交流が核になってほしいんだけど、なんかモダンムーメントの一番大事なところって何だったのか。で、コルビジェも実は昔のあのね集落とかを訪ねたところからエッセンスを得てったわけで、僕たちやっぱり モダンムーベントっていうのをものすごく狭く感じちゃってるんだけど、それはまずくて、もっとずっと可能性と広がりあったもんじゃないかなっていうことにね、今回の吉村展でまた気づかされた感じするんですよね。なんかその辺はね、ぜひ続けていけたらなって思いました。 ありがとうございますもうあのまとめてくださったようなおことを頂戴してしまったんですけれども <laughs> もうそろそろはお時間には近づいているのでではあのケンさんそして田中さんと一言ずつですね一言というか長くてもいいんですけれども今回の,あの吉村順三 のまなざしを通してあの伝えることの意義みたいな今伝えることの意義のようなことをあのお考えになっていることをお話しいただいて終わりにしたいと思いますがじゃあ,あの健先生の方からお願いしますまああのさっき松子先生がおっしゃったあの谷口義しさんとあの吉野さんとの関係あのままの a、えー、場所として、えー あのまさにつながっていると思いますであの実際谷口さんの,あの設計したあの教育部があのその、えー、吉村さんの設計の,あの敷地にあったんですね。えー、ですからまあ,あの実際場所はつながっているんですけどその、えー、アサドレクサが理想した、えー、まああのその 日本建築はすでに、えー、最,初か最初から、えー、近代建築だという意識をあの、えー、したとで,でそれで本当に表現したとでまあ,あのその不変化じゃなくてそういうあの深い文化から、えー、っとあ,はあってそういう洗練されたものが それで、えー、表現してるの,でそのまあ,あの両方の文化、えー、か世界からの文化、えー、日米というあの良さがそれでまさに表現してるのであの、まあ、実際体験するとそういうのが感じると思うんですけどあのそういう抽象的なものよりあのもう本当にそのものが あの、ひょ、あの、それで表現しているか、それで、あの。あの人間とつながっていると思うのは、あの。一番意味深いことじゃないかと思います。ありがとうございます。続いて田中さんお願いいたします。はい。あの、私にとっては、あまり吉村先生は原点。みたいな感じで、もう必ず帰ってくるべきところ。 というようよな感じがしているんですけれどもその吉村先生があのアメリカでクエカの民家に興味を持ったり納屋に興味を持ったりでニューヨークのスカイスクレーパーはあまり面白くないとでサンフランシスコもごちゃごちゃしているとだけれどコロニアルの住宅ニューイングランドでボストンの郊外で見たコロニアルの 建築はすごく良かったと人が非常に貧しいっていうか何物がなくその豊かでない時代に一生懸命作ったものというものはとても良いというふうにやはり原点的な目,目というか吉村先生がご覧になっていたものっていうのは人間が真剣に生き真剣に暮らしたものだったと思うんです。でそういういものを あの自分の作品にもあの作,られ作,よ作るようになさっていてですからアメリカから何をこう持ってきたというか学んできたかっていうと一つはあの対等な人間関係ととということだと思うこだ思んです、ね、そのこうヒエラルキーのない関係で人間を大事にするっていうことそれがやはりとても大事なことで。 でもう一つは空間的にそのたまりを作るという人間の場を作るということで先生はそのたまりとか重心のあるところっていうふうにお書きになっていますけれどもそのたまりっていうのはあの日本の空間は結構流れ流れてしまう流れやすい空間なのでやはり壁がないとある程度たまりはできないと。でその 私はその建ての,あの暖炉の壁の部分っていうのはすごく好きなんですがあの壁の存在によってたまりができて重心ができるとでそういう空間的な作り方っていうのもやはりアメリカでの体験が大きかったんじゃないかなというふうに思いますもちろんあのレイモンドの事務所から学んだこともたくさんあるとは思いますがそのアメリカでの,その現あの まあ、自然を見ることノエミさんから学んだことアメリカで見たものでそれらはこう一つのこう空間を作る壁を使って空間,空間を作るともちろん日本の伝統の開口部っていうのもあるけどそのバランスのその絶妙なバランスというのがあのできたんじゃないかなというふうに思っています。 あの僕がそもそもねこういうことの関わりを持たせていただいたのはもちろん僕が指示したマイカクニ夫から始まるんですけど今田中さんおっしゃってくださった通り、あり実はマイカクニ夫がねあのやっぱり建物にはへそがなきゃダメだよって言っててあのアメリカに行ってミスの建物を見てミスの建築にはへそがないねって つまり、寄り所となっていていいよっていう場所が見つけられないんだよっていうことをね、前川さんはずっと盛んに言ってたし、それでやっぱり、吉村さんと前川さんとの関係っていうのもね、すごくお互いやっぱり影響し合ってたっていう感じがちょっとしてきたんですよね。今の四ツ谷の前川事務所も、やはり1階はピロティになっていて、食堂が入っていて、庭と一体になるような開放性を持ってるんですよね。 からね、いろんな意味で今回の展覧会が示唆してくれてることっていうのはすごく豊かな水脈を見つけてるような感じがあってねなんか僕は本当に <laughs> さん生きてたらたくさん話聞きたかなって思いもあるし吉村さんに一度しか会えなかったけどなんかあ今ねこうやってこういうふうに語り合うこと自身が あの、みんなの友情に支えられてきたのかなって気がしてるんでね。まあ、次の世代に、あの、上手に渡していけたらいいなと思ってます。はい。あの、ありがとうございました。それでは、今日は本当に、あの、貴重なお話をいただきまして、ありがとうございます。今後、ますますですね、この議論を深めていきたいと思います。 本日は大変お忙しい中、ケンタダシ大島先生、そして田中敦子さん、そして松隈宏さん、あのありがお時間いただきましてありがとうございました。この収録はですね、ギャラリー a ク u ットのホームページより公開してまいりますので、あのぜひ多くの皆さんにご覧いただきまして、いろいろなあの対話をあの広げていけたらなと思っております。またあの現在の展覧会は3月28日まで開催中です。ぜひあの展覧会の方にも お立ち寄りいただけましたら、大変ありがたく思っております。本日は大変ありがとうございました。あの先生方、大変ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。